コガネアジはアジカに属する沿岸性の海水魚の一種である。西はマダガスカルから東は日本までインド太平洋の亜熱帯域でよく見られ、普通沿岸域の岩礁やサンゴ礁に生息する。側面に橙々から黄色のブチを持つのが特徴的であるが、同様の体色を持つ近縁種と識別するには、ヒレ状や両ウロコの数を数を調べる必要がある。 強力な肉食魚であり、様々な小魚や甲殻類などを捕食する。生成塾には全長25センチメートル前後で到達する。比較的大型の種であり、最大で全長55センチメートルに達したことが知られている。生息域の全域において、時玉魚獲されるが、一般的には、根核によるものだと考えられる。 例外的に、ペルシャ湾南部では漁獲の大半を本種が占めている。鈴木木アジカの鎧アジ族に属する。本種は、スウェーデンの博物学者、ペール・フォルスコールによって、公海から得られた標本を、ホロタイプとして1775年に初記載された。種商名は、本種のアラビア語名に由来する。ここでの J は高校外接近音であり、英語の Y の音で発音する。 フォルスコールは、公開産の多くの魚類に命名する際に、このように、アラビア語名に由来する首相名をつけていた。フォルスコールは、はじめサバ族のクロヒラアジスコンバー・ファーダウ、のアシュスコンバー・ファーダウ・ボジョットとして、本種を記載した。本種は後に独立したシュタクソン・スコンバー・ボジョットを与えられ、はじめ銀亀目アジ族に、ついで鎧アジ族に移されたことで、学名は、カーンイズ・ボジョットとなって、 現在に至る。なお、黒ラら味も後に、鎧や持続に移され現在の学名は、カーニーズ・ファーダウである。本種は、フォルス・コールによる、記載の後も三度独立に、再命名されている。一度目は、クリスチャン・モットフリート・エーレンベルクが、ケランクス・イマキアラタスと命名したが、彼の記載は的確ではなかった。ついで1833年に、ジョルジュ・キュビエが、 ケランクス・アーウが立たすと命名した。この学名は後に、ヨロヤ地族に移されている。最後に、カール・ベンジャミン・クランシンガーが1871年に、本種を新たな足として、ケランクス・フルボが立たすバリエーション、フレイバと命名した。現在では、カーミズ・ボジョットを除くすべての学名は、国際動物命名規約に基づき、高校シノニムとして、無効とされ、使用されていない。 エジプトで撮影された黄色のコンガネアジヨロヤジ族に典型的な側辺した幅広の楕円形の体型を持ち輪郭は腹側よりも背側の方が膨らんでいる。比較的大型の種であり最大で全長 55cm に達した記録があるがよく見られるのは全長 42cm 以下の個体である。頭部側の輪郭線はからエラのあたりにかけて 直線状になっている。目の直径は、糞の長さよりも小さい。両角には、縦毛状場からなる、複数の幅の狭い支列が存在する。これらの支列は、対前方に行くほど幅が広くなっている。背びれは二つの部分に分かれており、第一背びれには八本の棘状が、第二背びれには一本の棘状とそれに続く十四本から十六本の難状が存在する。 尻びれは第二背びれと、それよりわずかに短いものの相似型をしていて、前方に分離した2本の棘状、そして後方部にある1本の棘状とそれに続く21本から24本の軟状からなる。本種を多種から区別する特徴の一つとして、尻びれの身長部の長さが頭部の長さよりも短いことがある。側線は前方部で緩やかに湾曲し、湾曲部は 後方の直線部よりも長い。側線直線部には14から26の鱗と、それに続く20から30の両鱗が存在する。胸部は完全に鱗に覆われ、腹気近くにわずかに鱗のない部分を持つ場合がある。椎骨数は24、エラフ類数は25から43である。銀海色から真鍮色の体色を持ち、腹部にかけてはより銀白色を帯びる。 多くのはっきりとした大々色から黄色のブチが体側面にあり、このために本種は多種から簡単に区別できる。よく似た同族種の内容回割や星回割も斑点を持つが、小金味の方が反転の数が多い。体が完全に黄色になる異形も報告されているが、本種は通常の体色とその黄色の体色の間で体色を迅速に変化させることができると、 考えられている。ヒレの色は透明からレモンイエローであり、災害に黒い藩は見られない。幼魚の体色は青色が強い。インド洋と西太平洋の熱帯、亜熱帯域に生息する。本種の生息域は、西はマダガスカルとコモロから北へ、航海、アデン湾、ペルシャ湾へと広がる。ごく少数しか標本は得られていないが、おそらく、 インド東部にも生息する。生息域東方では、タイランド湾や日本の琉球列島で、南方では、インドネシア、フィリピン、ニューブリテン島でよく見られる。2005年には、地中海で本種が捕獲されたという報告があり、本種がスウェズ運河を通り生息域を拡大したことが示唆されている。ただこれについては、報告の中で用いられた写真に、 他にも地中海では見られない種が映っているとして、意義も唱えられている。宴会性の種であり、岩礁や珊瑚礁で最もよく見られる。水深2メートルから50メートルにおいて、単独で、あるいは群れをなして泳いでいるのが見られる。しばしば岩礁や珊瑚礁の端に沿って、周期的に泳ぎ回っているのが観察される。丸口姫路と混じって群れを作ることもある。 コガネアジは遊泳力の高い肉食魚で、小魚、甲殻類、その他のネクトンなど様々な種類の生物を捕食する。平均でお砂長24.7センチメートルで生成熟に達する。ペルシャアンで行われた研究では、本種の主な産卵期は6月から9月であることが示唆された。生息域によって産卵期に違いがあるかはまだわかっていない。 同じ研究の中で本種の成長率は季節によって周期的に変動し、11月から4月までの間が最も成長が早く、5月から9月までの間が最も成長が遅いことが分かった。後悔、エジプトでの調査では2.2%の個体がアニサキス化寄生虫の幼虫の寄生を受けていた。そのほとんどは対抗内に有利した状態で、あるいは、 肝臓の表面で発見された。2010年には、本種の胆糧から、新種のミクソゾアモンネン液放シズナの寄生虫が発見され、本種の種小名にちなんで、オウアベーシャバジャジと命名された。生息域の全域において、ハエナワやサシし網など様々な漁法で漁獲されるが、そのほとんどは、根核によるもので、漁獲量の多くを占めているわけではない。ただ、 ペルシャ湾南部における漁業では本種が重要な漁獲対象となっている。ペルシャ湾南部では小金アジは海底のすぐ上部で最もよく見られる種の一つで針金でできた仕掛けで漁獲され地元の市場で鮮魚の状態で取引される。小金アジと小金島アジを合わせた漁獲量は年間約1100トンに達する。UAE においては 漁船団が発達してきたため、多くの種が乱獲される事態となっているが、本種の漁獲量は依然持続可能なレペルに保たれている。釣りの対象魚となることもある。食用魚である。ありがとうございます。